こんにちは、あたりです。今回は、以前ちょっとね、ミニあたりチャンネルか何かで言ったと思うんですけども、ちょっとこのパソコンが置いてあるデスクの上に、まだ未開封のアイカツの食玩がちょこちょこっとあったので、今回はそれを一気に開封したいと思います。あたりチャンネル。はい、今回開封するのはこちら、アイカツのデータカード出すグミリミテッド2でございます。そしてこちらの、アイカツ、マスコットコレクションボリューム3、パール彩色バージョンでございます。でこれ両方とも3つずつ、購入しました。どちらもね、セブンイレブンでアイカツグッズがこう大量にドシャーってこう置いてあるところからパパッと取ってね、はい、購入してまいりました。それでは開封したいと思います。はい、それではまずアイカツデータカード出すリミテッド2から開封したいと思います。カードリストはこちら、はい、全部で6種類、アストロノーツコーデと、チアーズコーデ、はい、こちらが、オリジナルカードで、こちらが第6弾2013年の、第6弾の最終6カードでございます。はい、じゃここにラインナップをこう6種類並べておきます。で僕が欲しいのはこのアストロノーツセット、はい、文字を青くしておきます。で、出たら文字が赤くなります。はい。3個買ったので、3個で全部揃えたいと思います。いきます。でもう一気にいっちゃいましょう。よいしょ。はい。それでは順番に出していきましょう。はい、まずはグミを出して、はい。まず1枚目いきます。せーの、じゃーん！チアーズ！トップス、はい、でございます。はい、アストロノーツセットは出ないのか。はい、まずそしてグミを出して、はい、2つ目いきます。せーの、でーん、チアーズスカート、はい、あれあれ、ちょっと待てよ。はい、それでは、いきます。3つ目グミを出して、3枚目、3、2、1、じゃーん、アストロノーツシューズ、あ、ブーツか。アストロノーツブーツでございます。というわけで、はい。上から下まで全部揃ったんですけども、はい。僕が欲しかったアストロノーツセットは、はい、シューズだけでございました。はい。ちなみにグミがイチゴ味。あ、すっごいいい匂いする。イチゴ味。違う、リンゴ味。うん。これ美味しい。前回なんかぶどうかなんかいちごか、うんうん、甘すぎなくてすごく美味しいですこれ。はい、そしてアイカツマスコットコレクションボリューム3パール彩色バージョン全5種類でございます。ラインナップはこちら、はい、いちごちゃん、マリアちゃん、ソラちゃん、みずきちゃんにみくるちゃん、はい、この5人でございます。あー、僕欲しいの何かみんなわかるかな。うん、はいはいはい、なるほどなるほど、皆様声が揃ってよろしい。はい、というわけでもちろんいちごちゃんを狙っていきます。一応この上と下に穴があって中が覗けるようにはなってるんですけど、多分ねわかんないと思うんですよね、中を覗いても。はい、ちょっとぼやけてるかな。はい、わかります？わかんないですよね、後ろから見ると。わかんないね、わかんないね。はい、それでは開けましょう。間違えた。はい、開けます。いきます、3、2、1、じゃーん、おっと、みずきちゃん、うわすごい、これパール塗装すごっ。ちょっと待って、開けます。はい、まず一つ目みずきちゃんが出たんですけど、髪の色見てくださいよ、これこれこれすごいパール塗装、見てこれ、うわこれすごっ。はい、すごい高級感。ただね、顔があんまり似てないんですよあんまり似てないかな。でね、このねガシャポン開けて、この中にねアイカツカード、ミニアイカツカードが1枚入ってるんですけど、見てくださいこれ、わかる人にはわかるんですけど、サマーデイムーンドレスキャンペーンカードなんです。これ第4弾、2014年第4弾のキャンペーンカードなんですよ。びっくりしたこれ。
でアピールポイントも800ポイントで高い。これすごくないですか。はい、ちょっと一つ目から大興奮してしまったんですけども、はい、二つ目を開けましょう。よし、開けますよ。3、2、1、いちごちゃん来てください。みくるちゃん。はい、というわけで二つ目はみくるちゃんでございました。はい、やっぱりねこのパール塗装ね、すごい。このねパール塗装なんか立体感が出てすごくいいですよね。これすごいな。そしてねみくるちゃんちょっと太ったなんか顔がぽっちゃりしてるような気がするんですけどもね。はい、まあいいでしょう。そして付属のミニアイカツカードはこちら、はい、サマーデイミラクルドレスでございます。これもアピールポイント800。これすごいぞ。これもキャンペーンカードなんですよ、2014年第4弾の。はい、やるね。ちなみにこの2つのサマーデイコーデなんですけども、先日紹介したこちらのメタルチャーム2の WM の2人が着てます。はい、劇中では笑顔のサンキャッチャーを歌う時に着ているコーデなので、はい、チェックしておいてください。それでは、最後3つ目を開けましょう。いちごちゃんが来てないね。いちごちゃん来てないんだけど、よいしょ、最後に開けましょう。多分これねいちごちゃんじゃないかなって思うんですけどね、どうでしょうね。さあ行きましょう。3、2、1、でーん、いちごちゃんだよ。はい、というわけで最後の最後で出ました、いちごちゃん。はい、はい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 、こんな感じになっています。はい、あんまりなんかパール塗装っぽくないですね。あのドレスは結構なんかキラキラしてるんですけど、さっきの WM の2人に比べて髪の毛はそんなになんかキラキラしている感じではなさそうですね。一応パール塗装なんですよ。近くで見たらああそうなんだなってぐらいはわかるんですけど、ちょっとわかりづらいかな。こう比べるとわかりやすいかな。やっぱりみずきちゃんのこの髪の毛のパール塗装のすごさはすごいですね。はい、でやっぱりなんか顔が似てない気がするんですよね。まだなんかいちごちゃんはマシな方かなと思いますね。まあまあさっきのみぐるちゃんに比べたらやっぱりまだいちごちゃんはマシかなと。ちなみに付属のミニアイカツカードはスプリングシャワートップスでございました。あたりチャンネル、はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのはこちらのアイカツデータカード出す組リミテッド2、そしてこちらの、アイカツマスコットコレクションボリューム3パール彩色バージョン、全部で、3つずつ、開封しました。はい、いかがだったでしょうか。僕はねいちごちゃんが出ただけで大満足でございます。はい、これまだね多分セブンイレブンに置いてあると思うんですよ。別に売れ残ってるとかじゃないですよ、売れ残ってるとかじゃないですよ。はい、まだこのあれがねこのカプセルに入って置いてあると思いますので、ぜひとも探してみてください。はい、WM の2人はねぜひとも出してこのカードをねゲットするのはありなんじゃないかなと思います。はい、それではまた次回バイバイ。